はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、今日はですね、以前ね、その初心者向けのその動画、あのドラフトチケットスカウトのことについて、でどんな選手をおすすめしたらいいのかっていうね、動画をね、出しまして、でそのね、最後にまあついで感覚でね、ベンチバフ枠っていうのはね、一体どういうことなのかっていうことをね、もうほんとざっくりね、説明させていただいたんですけども、まあ視聴者さんの中にね、そういったね、ちょっと質問というかそういうのがありましたんで、まあね、ちょっともう動画にしようということでね、ベンチバフ枠っていうのはね、何なのかっていうことを、一本の動画として、ざっくり一本の動画として、ご説明させていただきたいなと、思った次第でございます。まあこの辺はね、本当初心者の方については、その絶対知っておいて方がいいね、内容になりますんで、ぜひね、初心者の方はね、この動画を見てね、知ってほしいなという感じでございます。はい、でベンチバフ枠っていうことなんですけども、まあ、ベンチバフ枠って、まあ、まずざっくり言うと、まあ、この、左から1、2、3番目、ここに設定することで、特定の固有スキルが発動できるよっていうような感じ。うん、で、まあ、固有スキルじゃなくてもいいんですけど、まあ、こういったね、例えばこのあかねちゃんの、固有スキル、条件なしってありますね。で、条件なしで味方全体守備が抜群に上昇というような感じであるんですけども、あとね、まあ、このともっち、はい。で、このともっちも、固有がね、条件なしで味方全体ミートが抜群に上昇。で、これ3枠目に置いてあるのが、ケイちゃんというね、ライバルキャラなんですけども、こちらもね、条件なしで、こちらはね、味方投手の、コントロールが、超絶上昇、球速超幅上昇、スタミナ大きく上昇というような感じで、で、置いておけば、投手のね、これらの能力がね、アップされるよというような感じ。はい、いずれもね、まあ、条件なしってなってる、まあ、才能は適用外なんですけども、こういうのは発動しません。まあ、打席時走者得点圏とかこういう条件なしってなってれば、一応、この辺も、まあ発動できるよ、発動しているっていうことになっている状態にはなるので、まあ、この辺はね、まあ、試合出てる間だから意味ないですけど、まあ、この辺はね、ちゃんとね、試合に出てなくても、そのスタメンキャラにね、適用されるスタメンキャラに、効果が発揮されるよっていうタイプなので、まあ、置いといて、まあ、発動できるよっていう感じ。ただね、これオート、マニュアル操作だと、この辺のベンチ枠っていうものは、発動されません。はい、選手に任せるって、試合を進めた時のみに、発揮される、能力というかシステムになっております。はい、この3枠目ね、1から1、2、3枠目の、まあ、全体バフとか、今みたいな全体バフとかを持っているキャラ で条件がなしとか、まあ、回数が1から3回以降、3回以降とか、そういう感じで書いてあるのは、適用だよっていうような感じでね、一個その質問があったんですけども、こういうね、その中継ぎ、これまあこの渚ちゃんね、抑えができる先発と、抑えができるね、まあ選手なんですけども、こういう感じで、違う、投手起用にして、でこうやって、設定をまあして、でまあ一見これはね、まあ普通なんですけども、設定完了にするじゃないですか。で設定完了にすると、ベンチ枠のね、一番左と、2番目にね、来てしまうから、まあベンチ枠って実質1人しか使えないじゃないかっていう質問がね、まああったんですけども、別にね、これする必要はまあないんですよ。はい、まあ僕はないんで、ベンチバフ枠を、今みたいに全体バフを置きたい場合は、この設定を、解いてあげましょう。はい、でそうすれば、こういう感じで、まあ戻りますんで、こういう感じで、でベンチバフ枠の、キャラを置けばこうやっていけるんで、でね、選手に任せるで、まあその交代のそのつるタイミングっていうのは、だいたいね、スタミナが残り3割から4割ぐらいのところで、自動で交代するようなシステムになってるんですよ。うん、
それでただね、あの注意しないといけないのが、この渚ちゃんね、あの抑えができるんですけど、でひまわりをね取ってるんですけども、まあ、能力がね、あの強くなってるというような感じで、でまあね、これね、あの僕としてはよくわからないんですけども、あの多分ね、その中継ぎ抑えに限らず、まあ、あの能力がね、そのスキルの状況とかが、あの優れてるよっていう方に交代されてしまうんじゃないかなっていう感じがするんですよ。例えばこれで試合を進めた時に、まあ、途中でね交代するとしたら、この中継ぎの、あの本庄さんに交代してくれればいいんですが、こっちに交代されちゃうんですよ、渚ちゃんの方に。中継ぎとして出されてしまうんで、能力がガクッと落ちるんですね。はい、それだもんで、そういう場合はもう抑えもね、使いたいよっていう場合はこうやって設定しないと、抑えのね、この渚ちゃんが、ね、登板させられてしまうので、途中で中継ぎとして登板させてしまうので、で抑えで使いたいよっていう場合は、まあこういう感じで、置いてやらないと、使われてしまう。まあ、ひまわりをもし取ってなければ、多分ね、本庄さんに交代した、されたような気はするんです、するような気はするんですけど、ちょっとその辺ね、システム的な細かいことは、ちょっとよくわかんないんですけど、この場合だと、なんだろうな、なぎさちゃんに交代させられてしまう。うん。ああ、こうじゃない。なぎさちゃんに、交代させられてしまうので、ちょっとね、注意が必要ですね。じゃあ、意味ないじゃないかっていう、この枠自体が意味ねえじゃんっていう思うかもしれないですけど、これにはね、ちゃんと意味があって、そこに設定をすることで発動する、スキル、チームスキルっていうのがあるんですよ。この4つ、4つですね。例えばね、これ。敵打者が先発中継ぎに月属性選手を編成という感じで、でそうするとね、敵打者が花属性の時に、その花属性のミートパワー走力を大幅に減少させる。で第2段階もありまして、で、まあ、先発中継ぎ抑えに月属性選手を編成すると、で花属性の敵が、一気に、能力が下がるよというような感じで、まあ、デバフ効果があるんですよね。だから単属性の相手、例えば花属性がで組んでる相手と戦う時とかは、先発中継ぎ抑えに月属性を、さっきみたいにここ、に入れると発動されるチームスキルがね、こう一覧が1個増えるので、まあ、そういった時に有効なんですよね。だもんでね、無理してそういう狙いがなければ、無理してここに入れる必要はないです、投手起用に。はい、ここ、まあ、先発とその中継ぎだけでも十分試合は進められるので、まあ、抑えはね、そういうチームスキルを発動するんでなければ、ぶっちゃけ抑えはいらないです。はい、もう本当だったら抑えを入れる代わりに、まあ、適当に、まあ、こういう椿ちゃんとか、まあ、中継ぎを2人入れておけば、まあ、間違いなくね、安全に試合は進められるかなっていう感じ。ただね、一個これまた注意しないといけないのが、このね、中継ぎ今入れてるんですけど、中継ぎを何にも入れてない状態で UR を入れているっていう場合、ベンチ枠に。そうすると、UR もその投手ができるっていうシステム上認識されているので、UR の方にね、交代されてしまうんですよ、中継ぎ投手として。それだもんで、まあ、当然ね、中継ぎなんで、能力がガクッと落ちてるんですね。なので打たれてしまうというね、ちょっと危険性があるので、まあね、必ずね、中継ぎ投手は入れた方がいいなっていう感じはしますね。うん、それだもんで、その辺はね、ちょっと注意した方がいいなっていう感じでね、まあ、ベンチバグ枠ってね、まあ、システム上ちゃんと発動してんのかっていうことをね、分かる方法がないのかっていうことに、まあ、ついてなんですけども、ちゃんとね、確認する方法は試合画面でね、あります。はい、まあ、適当に行きましょう。はい、これで、まあ、まずとりあえず選手に任せるを抜いた状態でどうなっているのかっていうことを見ていきましょう。はい、で、まあ、ストップさせて、で、右上にね、こちら全選手表示ってあるんですけども、でこれね、まあ、ずらってスタメンのが映っていて、でベンチ選手一覧ってね出すんですけども、
でこの選手をねカーソル合わせていくとこのね、下に出るじゃないですか、この選手のね、まあ、状態というかそういうのが出るじゃないですか。でこの画面 でこの空欄になってるところがあるじゃないですか、トモッチの新カードの下にで空欄になってるじゃないですか。でこれがねそのスタミナの、あ、スタミナじゃない、このスキルのね発動状況っていうのがこれが分かるんですよね。はい、で発動されているものが、表示されるというような感じで、当然ねこれ今マニュアル操作選手に任せるで、試合は、動いてないので、何もね書いてない状態になるんですけども、これを、選手に任せる、にすると、ちょっとすいませんね、はい、葵ちゃん入れてるんで、で選手に任せるにするとこれまた変わってるんですよね。この、はい、先ほど空欄だったところにスキルが発動されていると。でこれもねきっちりねスキルが発動されてます。で茜ちゃんもこれスキル発動されていて、でケイちゃんもスキルが発動されているような状態。まあ今攻撃時なんでこれ関係ないんですけど、ケイちゃんのスキルは、はい、で4枠目以降は、先ほどと同じように何にもない空欄の状態でね、UR のトモッチがその選手に任せるを発動した状態の時のみにこの4枠目の、スキルが、発動されるような感じになるので、まあね選手に任せて試合に進める人に関してはまあ強いね能力かなとは思います。でちなみにねその UR トモッチのようなああいう感じのタイプでじゃあこちらのねビジター側として発動するのか、ビジターって要は今戦っているこの敵が要はビジターっていう感じになるんですけどね。はい、で3枠、入れてますね相手も。でねビジター戦においてはその、まあ、選手に任せるっていうわけじゃないんですけど、こういうね自動で要は試合が進んでる状態なのでまあ有効になるんですよね、このビジターゲームで。はい、で有効だもんで当然敵もねこれ今姉妹校さんなんですけども、まあベンチ枠バフ枠、3枠入れてで発動している状態ですね。じゃあ逆にそのトモッチがいる状態、まあこの方入れてないですけどトモッチがいる状態で4枠目が発動されるのかっていうことに関しては、発動されません。はい、シンデレラハーモニーはね基本ねホームゲーム専用のシステムなのでビジターゲームでは無効です。はい、選手に任せ相手が勝手に選手に任せるをするっていうシステムが存在しないので現状これだもんで、トモッチの UR トモッチのシンデレラハーモニーの能力は無効となります。はい、発動されません。4枠目は必ず3枠目までの発動するような感じになります。はい、っていうような感じで試合画面でねこういう感じで確認することができます、発動状況を。はい、っていうような感じで、まあ、ベンチバフ枠は、ベンチ枠の一番左端から1番目から3番目 で条件がなしとか、3回以降とかってなっている、スキルが、発動されるような状態になります。これがライトの時とか、キャッチャーの時とかまあ、そういう感じで書かれていてしまうと、まあ、発動が、無効になりますんで、まあ、その辺ね注意してもらえればなと思います。でまあね先ほど言ったように、まあ、チームスキルね、これを発動させたい場合これら、各色を発動させたい場合は、まあ、条件を揃えて、こういう感じで設定してで設定完了をしてやることでね、そうでない場合僕みたいにベンチバフ枠を発動させたいよっていう場合はここから外して構いません。ただ抑えの投手でこうひまわりを取っちゃってる、例えば月属性の、翼ちゃん、投手の翼ちゃんとかあれとか先発と抑えがねできる選手にはなるんですけども、途中でねひまわりを取ってしまうと途中で中継ぎとして出されてしまう可能性があるということで、あとねこの中継ぎを入れないで、ベンチ枠に UR が一人でもいる場合は、中継ぎ投手として試合に出されてしまう可能性があるので、まあ、そこら辺はね注意しないとなっていう感じです。まあ、その辺はね自分のねやり方次第です。はい、ベンチバフ枠を発動させたければ、これを外してで入れてやる、条件がなしってなってるキャラをで入れてやるというような感じ
かな。うん、それだもんで、まあまあ、僕は選手に任せるってあんまり使わないんですけど、その自分で操作する分には使わないんですけど、じゃあなんで入れてんのかっていうと、先ほどみたいなそのビジター戦で、まあ僕と例えば姉妹校さんの中で、僕と戦いたいよっていう場合で、姉妹校マッチで遊ぶと、遊んだ時にその当然敵として僕が出るじゃないですか。そういった時にこのベンチバフワフが発動されるので、ビジターゲームも有効なの で発動されるので、そういう全国大会のそのビジターゲームとかもポイントに関わるので、そういった時にね大事なんですよ、このベンチバフ枠って大事なので、ロイダモンで入れているような感じ。うん、まあ今現状必要ないですけど、全国大会が今月始まるので、そういった時にはね、有効だと思いますんで、ね、まあぜひぜひね、参考にしていただいて、まあちょっとね、オーダー組んでみてください。はい、で他ねちょっと細かい質問等があれば、まあ、答えられる範囲でね、回答しますので、ぜひぜひね、質問等あればね、コメント欄で、お願いします。はい、ということで、今日は、ベンチバフ枠の詳細を、説明してみたでした。バイバイ。